メだよ。こんな雑魚のために刹の手を煩わすなんて。久しぶり。会いたかったよ、刹。トーマ、お前怒ってるの？刹の大事な魔力を使わせようとしたんだから仕方ないでしょ。ごめんね、本当はちゃんと会いに行きたかったけど、そっちには行けなくてさ。でも僕は刹那なら戻ってくるって信じてたから、また会えて嬉しいな。お前が、お前がルーガをそそのかしたのか。やめろ、ロア。ゲーでもトーマに迂闊に近づくんじゃねえ。獣臭いメスが僕と刹那の会話の邪魔をしないでよ。やめろ、トーマ。へえ、そういうことするんだ。たかが獣人のメスのために僕に剣を向けるなんてさ。やっぱり刹那は僕じゃない人を守るんだね。約束したのに。僕以外を、僕以外の誰かを。いいよ、それでも僕が刹那を幸せにしてあげる。僕だけが刹那に幸せをあげられるんだ。余計なもの、刹那をたぶらかす人間も魔族も獣人も残らず全部殺してあげるから。何もかも綺麗になった世界で僕と刹那が神になって静かに暮らすんだ。素敵だよね。うるせえ、ヤンデレ野郎。てめえが何を考えてようが知ったこっちゃねえが、罪もねえ奴らに手を出すなら俺はまたお前を斬るぜ。やっぱり僕に剣を向けるんだ。そうだよね、それでこそみんなの勇者だもんね。ディスティニアの魔族大陸への侵攻は始まった。もう世界は動き出したんだ。そこから間に合うかな。みんなを守れるかな、勇者刹那。元気な顔が見られて嬉しかったよ、刹那。僕は今度こそ君を手に入れてみせるから。Nothing.